演舞開演。どうも、本日は今日発売の一応11月じゃなくて1月1日発売のこちらミスタードーナツ兼ヨドイズがとしこ監修シェフコラボレーションチョコドーナツの中からこちらの3種類を食べたいと思います。まずはこちらのハートチュロスをいただきます。外からも中からも感じられますね、愛を。こちら、クロワッサンドーナツアーモンドキャラメリゼをいただきます。愛の力でサクサクがサク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 になっていますね。ラストはこちら、クロワッサンドーナツゴースデッドココナッツ。通常のココナッツと比べると焼いてあるとに香ばしさがありますね。こちらをいただきます。ココナッツからも愛の力を感じます。香ばしいです。3種類いずれのドーナツも一口目を口に入れた瞬間からサクッという心地よい生地の食感とともにチョコレートの甘みやさが口の中に広がります。そしてチュロスは純粋にチョコが純粋にバーチョコって感じで、ほんのりあるストロベリーとホワイトのチョコが違った一面を見せてくれて美味しかったです。一種のクロワッサンドーナツはアーモンドの方は上のアーモンドの香ばしさ、中のチョコレート、それらのサクサクとした食感を楽しむことができ、ココナッツの方は通常のココナッツシュガーと違い焼いてあることで香ばしさが出ています。さらに中のチョコレートもキャラメルクリームキャラメルなのでちょっと苦みがあって他とは違う一面を見ることができました。今のところこれが一番これが一番って言うのがキャラメルココナッツのやつが一番好きですね、自分的にはですけど。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。生地の中にも練り込んであってサクサク幸せ。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。